ョンについていました。ここもヒョンとレウシルバのマッチアップ。おここも球際強い長谷川と稲垣、川上から坪井へダイレクトでのシュート、ランゲラ抑えています。ちょっとミートしませんでしたが、はい、徳島としてはチャンスでした。奪った後ですよね、やっぱり相手の背後に必ずしっかりランニングしているというところですね。西谷が少し中に絞ってもらいました。内野がここは縦に坪井へ、西谷切り替えて、もう一度切り替えて右足のシュート、ランゲラ抑えます。まあ、ディフェンスに当たって少しスピードが出ませんでした。金崎に代わってグランパスは後半から酒井が入ります。マテウス、酒井がクロスを上げる、石尾がカットします。もう一度今度は左足で上げました、ヘディング藤井、センターバックの藤井が上がってきていました。相馬に代わって柿谷がここで入りました。レオシルバ頭で落とす、先頭縦へ酒井を走らせる、酒井中に入れたが柿谷のシュート、ここもスワレスファインセーブ。風は変わらず右から左、中に通る、ワンタッチに行ってシュート、酒井が決めた、先頭から酒井のパス、最後は酒井が決めました。後半の27分、これが嬉しい移籍後初ゴールとなりました、酒井宣義。あとは追いかける形になった阿部徳島ですが、ここはどのように考えていけばいいですか。まあ、ボールを動かすところ、こういうふうにできてますけど、奪った柿谷、切り替えてのシュート、2点目、エリア内で奪っての柿谷のシュート、2対0です。今シーズンの初ゴールになりました。所属していた古巣徳島相手に見事ゴールを決めました。藤田が上げる、チアゴがクリア、ペナルティーアーク付近、後ろシュートを打ちますが枠の外、和田井のシュートが外れたところでホイッスルです。ホーム名古屋グランパス、ルヴァンカップ今シーズン初勝利になりました。